こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は42式太極剣をお送りいたします。ぜひご覧ください。ゴンブーピージェンの説明をいたします。西方向を向いて腰臓ピンダイを行った後、右の足を前に進めましょう。右の足に重心をかけながら斜め右後ろ方向を切ります。左のかかとがわずかに上がるような形になります。では左の足を西方向に出して象ゴンブーになりながら上から切るピージェンを行います。西方向を向いて腰臓ピン台の後、右の足を西方向前に進めます。右の足に重心を移しながら右後ろ方向を切りましょう。左のかかとは上がります。左の膝は自然と伸ばしている状態になります。拳手は右の肩口になります。右の足に重心、左の足を西方向に出して象ゴンブーになりながら上から切るピージェンを行います。腰臓ピン台からゴンブーピージェン、西方向を向いて腰臓ピン台からゴンブーピージェン、右の足を前に出して斜め右後ろ方向を切ります。左の足を前に進めましょう。象ゴンブーになりながら縦から切るピージェンを行います。ゴンブーピージェンの説明をいたします。西方向を向いて腰臓ピン台を行った後、右の足を前に進めましょう。右の足に重心をかけながら斜め右後ろ方向を切ります。左のかかとがわずかに上がるような形になります。では左の足を西方向に出して象ゴンブーになりながら上から切るピージェンを行います。西方向を向いて腰臓ピン台の後、右の足を西方向前に進めます。右の足に重心を移しながら右後ろ方向を切りましょう。左のかかとは上がります。左の膝は自然と伸ばしている状態になります。拳手は右の肩口になります。右の足に重心、左の足を西方向に出して象ゴンブーになりながら上から切るピージェンを行います。腰臓ピン台からゴンブーピージェン、西方向を向いて腰臓ピン台からゴンブーピージェン、右の足を前に出して斜め右後ろ方向を切ります。左の足を前に進めましょう。象ゴンブーになりながら縦から切るピージェンを行います。今回も最後までご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。また各種太極拳動画をアップしておりますので、そちらも併せてご覧いただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。